映画スターにもなりたいという人なんですかね。続いて男子の大回転をご覧いただきますが、この日はツルブリッゲン24歳の誕生日、フランス語の地方でなぜか英語のこんな横幕が出たりしました。その男子の大回転の1回目、ご覧のような結果になっています。スイスのガスポがトップできて、ツルブリッゲンが第2位、トンバが第3位と、これが1回目の記録でした。スタート地点のコンディションがプラスの2度、ゴール地点がプラスの6度、かなり高いですよね。そうですね、ちょっと春のようなコンディションですね。旗門は2回目には1つ減って49位になりました。まずバスマイヤー、1回目6位のバスマイヤーです。気温はどれだけ高くなっても、そのワックスマンはそれに対応できる技術、あるいはマテリアルを持ってるんですか。そうですね、大回転の場合2回目1時というスタートですから、はい、1回目終わった後もし気温の変化があれば乗り換えるなり、スキーを取り替えるなりの余裕は持っております。ちょっと今滑りました。その前にゴーグルがずれて、頭に手をやりましたね。あ、なるほど。それでバランスを崩して、こうなりますとどうでしょう、あと切羽詰まった気持ちになりませんか。この選手ですね、前回のボルミオでも2本目途中でゴーグルを飛ばして、はい、ゴーグルなしで優勝してるんです。なるほど。あー、ゴーグルが頭の上にありますね。ちょっと滑りに先生は変えておりますね。あ、ここでゴーグルが飛びました。タイムはトップから1秒90遅れています。今度はペッチです。1回目は一番最初に滑って5位でした。ここまでそういえばイタリアの選手の大活躍っていうのはこの世界選手権ではあまり耳にしませんね。そうですね、格好でマイル選手が失敗しました、はい、この1回目でもプラモトンが今年ワールドカップで2勝しております。プラモトンが1回目で失敗しておりますから、はい、トッチあるいは、まあ、いっぱい1回目で3位つけておりますが、トンバ選手あたりが、奮起しないとイタリア勢はトヨニーが築いた大本勢がね、守れませんね。大回転とスーパー大回転ではストックは選手は変えてますか。ほとんど同じだと思います。格好だけがですね、はい、クラウチングスタイルした時に体に沿うように曲がったストックを使いますが、そうですか。後の種目はほとんど同じです。そのペッチのタイムがトップから1分31秒34遅れですね。これは2回のトータルでの差です。さて今度はジラルデリです。1回目の滑りで第4位、これは優勝を狙えるところでしょうかね。そうですね、十分、彼の力とすれば挽回可能な範囲ですね。特にステンマルなんか前世時代は1秒から2秒ぐらい差を2本目でひっくり返して優勝した経験というか実績が何回かありますからね。もう2秒と言いますと普通の人なら諦めるタイム差ですね。そうですね、しかし今シーズンその辺難しいのはですね、はい、2回目のスタート順位が今までリボ方式で5位が1番でラストタイムの5番目滑ってましたけど、はい、今シーズンから改正になりまして15位からひっくり返るわけですね、はい、15位の選手が1番でベストタイム出した人が15番にするのが、はい、それだけコースが荒れて非常に難しい状態になっています。
ジェラデル選手今1本目4番ですか、今12番目ですか、こちらですね。ということはタイムの今にはハンディが大きいということですよ ね、 ですね。そのジェラルデリがこの段階ではトップに躍り出ました。合計タイム2分32秒45。これであと出てくるのは3位、1回目3位のトンバ、2位のツルブリテン、1位のガスポですから、まだ安心はもちろんできません。このイタリアのトンバー選手なんですけど、昨シーズンまでは耳にしたことのない選手だったんですよね。今シーズン前半遅いゼッケンからスタートして、一気にスタート順を上げてきた若手の選手ですね。おーヨーデルが聞こえましたね。まあ若手としては思い切っていって、その今のうちにいい成績を残して第1シードにずっとこう足を留めておくっていうんですかね。そうですね、そういった足がかりを作りたいところでしょう。さあどうでしょう、そのトンバは100分の68遅れて第2位。ああそれでも満足ですね。そうですね。さあそしてツルブリケンです。本人は誕生日なので非常にナーバスになっていると語っておりましたが、大津さんは誕生日に滑った経験ありますか？私10月前ですから、はい、ちょっと雪のないシーズン。そうですか。私人間誰でもやはりそういったドリームって言うんですかね、そういった夢を見て実現したいものだと思います。そうでしょうね。まあ誕生日だけではなくて、当然これは地元でもありますからね、それだけ、ツルブリケンに対する期待が大きい分プレッシャーも大きかったと思います。それとこのクラモンターからですね、彼の出身地である、チェルマットの近くの村に非常に近いんですよね。ですから村から退去して、応援団が来てる頃と思います。いやもう子供の頃から、あなたれ坊主の頃から知ってるおじさんおばさんが来て応援してたのかもしれません、ね、おそらく自分の育てた牛のベルも鳴ってるんじゃないでしょうか。あなるほどね、はい。もうボールは引き出すと、ここで100分の7秒、これでトップに出ました。なんか脱力感みたいな、相当肩の力抜けたという感じでしたね。さああとはこのガスポだけです。大津さん、下で待つものも嫌な気分でしょうね。そうですね、それがチームメイトだけに、はい、その心境たりは複雑でしょうね。しかしこのガスポ選手、今シーズンワールドカップでも2勝、はい、絶好調ですからね。彼は体格的には日本選手とほとんど変わらない、170センチそこそこで、はい、なんですが非常に軽快なと言いますか、はい、歯切れのいいスタートですね。ここまでの滑りはどうですか、その警戒ですか？警戒です。もうベストタイム取った選手で珍しく、それ以上に果敢ですね。早いですね、ここまでは。相当意欲的に来てますね、はい。ちょっと感謝面。さあこの後です。またこれで青い旗門で引っかかりましたか、はい、その前にですね、ちょっとバランスを失って腰が後ろに引けてしまいましたね。珍しい転倒の仕方ですね。くるっとこう一回転したような。そのガスポは惜しくもゴールできませんで、結局
その前に滑ったスイスツルブリッゲンが優勝。スーパー大回転に続いての2つ目のタイトルとなりました。これお父さんでしょうかね。さあ今度は女子の大回転の結果からご覧いただきます。シュナイダー、シュベ、バリザーという順で入っております。その優勝したシュナイダー、2回目の滑りをご覧いただきます。旗門の数が1回目48でしたが、2回目は47になっています。シュナイダーいかがですか。軽快ですね。ご覧になっている状態が動かないで非常にぎこちないような滑りですが、はい、女子選手の場合腹筋背筋とか弱いものですからですね、できるだけ状態を前に動かさないようにした方がスキーを抑えるためには好結果を生むんですね。16でコンマ56が回ってトップに躍り出、そのままこのシュナイダーが優勝を果たしました。